おはようございます坂野くもです今回は MJQ モダンジャズカルテットのヨーロピアンコンサートというアルバムをご紹介したいと思いますこれは1960年の4月に録音されてますねあのモダンジャズカルテットはその月にヨーロッパのツアーに出ておりましてですねスウェーデンのストックホルムで3日間演奏したみたいですねで3日間で4ステージ演奏してその4ステージの間で 60曲近く演奏してるわけですよ、ね、うわすげえなと思うんですけどまあ読んでわればだたいワンステージ15曲ぐらい演奏しているわけですよねアンコールとかも含めてね。でそれがあのもっと録音されてた演奏されていたのかもしれませんけれどもまあその中での、まあ、58曲かな録音されていたのがその中からジョン・ルイスがですね厳選してそれでアルバムになって たのがこのヨーロッピアンコンサートなんですけれどもね、えーまあ、メンバーはおなじみのですね MJQ のメンバー一応念のため紹介しますとジョン・ルイスがピアノでミルト・ジャクソンが ブラフォンでパーシー・ヒースがベースコニー・ケイがドラムスというこの4人編成で演奏されているんですけれどもまあ何しろこれ MJQ 入門にとても良いアルバムなんじゃないかなと思っております、まあ、初心者向けにね私はねジャンゴとかあとラストコンサートあたりが非常に癖がなくて MJQ の良いところが選ばれていると思って MJQ の良いところが 分かりやすい形でプレゼンテーションされてるなと思ってるんですねあとコンコルドなんかもいいですねこのあたりが多分 MJQ を最初に聞くにはふさわしいアルバムなんじゃないかなと思っているんですけれどもこのヨーロピアンコンサートも MJQ 入門にはちょうどいいのかななんて思ってますね特にジャズのスタンダード入門としても良いのかもしれませんというのは 最初ジャズ聴き始めた頃ってやっぱりほらいろいろスタンダードのメロディー知りたいじゃないですかいろいろタイトルはよくあの目にするけれどもじゃあ一体どんな曲なのどんなメロディーなのって初心者の方は思うと思うんですよねそれで、まあ、もちろんいろんなアルバムに有名なスタンダードは演奏されてるんですけど大体一つのアルバムに1曲か2曲ぐらいしか 知っているスタンンダーードナンバーよく目にするスタンドナンバーが収録されていなかったりもしてで残りはもうミュージシャンのオリジナルだったりブルースだったりすること多かったりするじゃないですかだけどラストコンサートとかヨーロピアンコンサートだとよくジャズスタンダードのベスト100とかで目にする。 なんか見たことのあるような曲脈がいっぱい並んでるぞということでこういうメロディーの曲だったのかこういう曲だったのかってたった1枚のアルバムでまあ2枚組ではあるんですけどもねあの少ないアルバムで多くの曲を知るということができる非常にコスパの高いアルバムでもあるんですよね特にラストコンサートもそうですしヨーロピアンコンサートの方がいわゆる有名スタンダードの ナンバーが多いいんじゃないかなかと思ってますね。何しろ、ねまあスタンダードかどうかはあれですけれどもまあジャンゴね MJQ の代表作のジャンゴはもちろん演奏されていますし「I Should Care」でしょあと「Bugs Groove、まあ」これはブルースですけれどもミルト・ジャクソン作曲のね、まあ、有名な曲ですよねあとはねセロニアス・モンクの「ラウンド・ミッドナイトとかあと「スイングしなければ意味がない」とかね えそういうなんかどっかで聞いたことがあるぞ系なスタンダードナンバーがこれでもかと演奏されてまと4月の思いべ思いべじゃない思い出ね、I'll Remember April で、リメンバーといえばですね、クリフォードの思い出もね、I Remember クリフォードも演奏されたりとかもしているので、なんか有名スタンダードオンパレードっていう感じですね、それをこの4人がですね折り目正しくですね、きちっと。 丁寧に演奏されてですねで丁寧にわざわざ一曲終わるごとにですね次の曲の曲目を紹介をしたりとかもしてですね非常に分かりやすいんですよ聞いていてなので、まあ、演奏ももちろん極上ですしまあミルト・ジャクソンのねバイブがこう染みてくるんですよね <laughs> でもうきちっとした演奏でそれで。 それほどですね原曲崩したりとかもしていないので変にアクロバティックなアレンジをしたりとかもしてるわけでもないので「あこう4月の思い出ってこういう曲だったのね」とかね <laughs> そんな感じであのジャズの入門者にもですねまずはスタンダードナンバーの雰囲気だったりとかメロディーを知るにはもってこいのアルバムですしモダンジャズカルテットのまあ良い演奏が すべて良い演奏なのでね良いモダンジャズ・カルテットのこう魅力がうまーく封じ込められたりとかもしているのでとてもですねおすすめのアルバムなんじゃないかなと個人的には思っておりますので今回は、えー、モダンジャズ・カルテットのヨーロピアンコンサートをご紹介させていただきました。これかからジャズをあの勉強したいい方とかにもすごく良い アルバムなんじゃないかなと思っておりますしあとはまあちょっとマニアックな面で言うとねこうパーシー・ヒースってベースと個人的にはすごく好きなんですねすごくオーソドックスなベースラインを奏で音色もとても温かいですしすごく堅実なベースを弾く人なんですよね。で「あのカフェ・モン・マルトル」では「あのパーシー・ヒースこそベースの鏡なのだ」みたいなことをねあの書いた記憶がありますけれどもやっぱりね こうポーール・チェンバースへとつながっていくんですよねパーシー・ヒースをもう少しフェイクさせたベースラインもうちょっと跳躍を激しくしたりとかパッシングノートをたくさん入れたりとかしているのがあのポール・チェンバースのベースラインだとすると、まあ、ある意味抽象化ですよね。ちょっとあのパーシー・ヒーシヒスの ベースを、まあ、モダンにししたと言ってももいいのかもしれません、ね、ちょっと抽象化してるのがチェンバースだと,と私は思ってましてでさらにロン・カーターのベースっていうのはそのチェンバースのベースをさらに抽象化したタイプだと思うんですねどんどんあのとろけていくっていう感じがするんですよあのパーシー・ヒース・チェンバース・プロ・カーターみたいな感じでね。でそういうモダンジャズ、まあ、有名なね大御所ベーシストのある意味源流とも言えるべき 存在だと思うんですよまあ源流たどればねもっとオスカ・ペティフォードとかねジミー・ブラントンとかいますけれども、まあ、そこになるともうちょっとバップ以前になってしまったりとかちょっとスタイルが古くなってしまうんですけれどもすごくモダンでかつオーソドックスでバランスの取れたベースラインを奏でるあんまり冒険もしない代わりにすごく心地の良いグルーブを聴かせてくれで一音一音選択される音が非常に まといてるというかねそういう堅実なラインを形成しているので音選びのセンスとかも非常に良いのでまあ教科書的なベース等でも言えるのかもしれませんけれどもねだからジャズベースを始めた人っていうのはこのパーシー・ヒースのベースラインを一個一個ですね拾っていくだけでもかなり勉強になるんじゃないかなと思いますしこういうベースを弾けば とりあえずジャムセッションで嫌われることはないと思いますので、まあ、ちょっとねロンカーターぐらいなベースになってしまうとジャムセッションで嫌われる可能性はありますけれどもでもある意味あのパーシー・ヒースのベースはかなりこうモダンジャズにおいての標準語だと思っておりますので。 標準語を身につけてね、でその後もう少しフェイクしたあのフローだったりとか鉛みたいなものを入れてもいいのかもしれませんけど最初から鉛を身につけてから標準語を話そうとするとなかなか難しいのと同じようにですねだってほら大阪で例えば黒人とかでもいいんですけれども外国人が生まれて大阪弁身につけてで東京弁を東京弁というか標準語をント言葉を話そうとするとすごい難しいじゃないですか。それれと同じ、鉛ってなななかか取れない,じゃない それと同じじような感じで最初はねあのパーシー・ヒースあたりからね、まあ、私の場合はチェンバースから入ったりもしてそれでパーシー・ヒースに遡ってますけれども、まあ、これからあのジャズベース始めようとする人はね変に癖のない変な鉛とかのないでしかもきちんとした文法を抑えているみたいなねそういうパーシー・ヒースのベースを スタンダードナンバー目白押しなので拾っていくと非常にですね勉強になると思いますし意外と短い期間でジャムセッションとかもできたりもするですね意外とショートカットができるあの良い参考になるベーシストなんじゃないかななんて個人的には思っておりますので是非ですねジャズベースを始められた方も MJQ のヨーロピアンコンサート、耳をかっぽじって低音ばっかり追いかけるだけでも、すごく勉強になると思いますので、ぜひ聴いていただければなと思っておりまして、今回はご紹介させていただきました。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ